学法石川高校野球部は33年ぶりに春の選抜の出場校に選ばれ甲子園に出場します。昨日はスカイブルーのユニフォームを着た68人の部員が室内練習場に集まり選抜旗が手渡されました。東北の代表としてこれまで支えてくださった方々に恩返しするという気持ちで全員で協力して笑顔で甲子園で大盛りしていきたいと思います。また佐々木純一郎監督も日々努力をし必ず皆さんの期待に応えられるよう頑張りたいと意気込みを語りました。春の選抜は来月8日に組み合わせ抽選が行われ18日に開幕します。